皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは綺麗な色を身につけるというお話をしてみたいと思います。ファッションというのは人それぞれですね、自分はこういう服が似合うと思って着ているからそれを誰かに指図される覚えはないとか、ね、そういう気持ちもとてもよくわかります。ただですね、色の力っていうのはやはり強いものがあって、綺麗な色っていうのが、その人にとって心地いい色っていうことになるので、黒が心地いいのであればもちろん黒って構わないんですよ。グレーとかね。ただ基本的には色が持つパワー、例えばそれがブルーであったりとか、赤であったりとか、いろいろな色はあるんですけど、その色からこう感じる、自分自身が感じるエネルギーとか他者へ影響を与えるエネルギーっていうのが、あるわけですよね。で、綺麗な色っていうのが必ずしもそのなんていうんですかね、いわゆる極彩色の色、はっきりした色ばかりを綺麗な色とはいうふうに言わないんですけれども、印象付ける人の第一印象とかを、印象付けるのも色っていう要素は非常に強いんですね。で、一つご提案っていう部分で言うと、やはり若いうちはですね、もともとエネルギッシュな感じなんで、多少その色がどうのこうのでも、そもそも体が持ってる輝きとパワーがあるのでね、そんなに気にしなくてもいいのかもしれないですけど、年齢を重ねれば重ねるほどですね、地味な色をつけていたりするとやはり顔色も悪く見えるし、その色をまとうということになるので、おしゃれな人はもちろん黒っていうのでねあるんですけど、例えばアクセントで、いい素敵なね似合うアクセサリーをつけているっていう、そのアクセサリーを目立たせるがために黒を着てるとか、もちろんそういうのでも全然構わないんですけど、なるべくですね明るめの色を着た方が、印象はいい可能性が高いです。はい、外から見た目もそうだし、自分もそれを着るっていう瞬間にその色を見るわけなので、色のエネルギーをその時に受け取ることになるんですね。だからいい年してそんなの恥ずかしいとかっていうね方もいらっしゃいますけれども、いい年してっていうのはだからこそ、明るめの色とか綺麗な色を着るっていうのは心持ちを上げる上では結構大事なことなんじゃないのかなっていうふうに個人的には思っています。ですので綺麗なね色を身につけるっていうところで、ちょっとね落ち着きすぎてる暗めの色の服を手に取ろうかなと思う時に、気分がね高揚する色があるんだったら、ぜひ似合う似合わないっていうのもちろんあったにしても、一回ね顔に合わせてみるっていう冒険をしてみるのもいいかなっていうふうに個人的に思ってるんです。私も基本昔はですね本当にモノトーンばっかり着る人だったんで、そういう服しか着てなかったんですけど、最近はねカラフルな色とか着たりとかするんですけど、やっぱり見た目の印象が変わるのと、自分自身も、そういう服を持っていてっていう自分を鏡で見ることになるので、自分の、感情とかもその時に明るめの方向に向かうなっていうのは感じたりとかしています。ですのでね、ぜひ年齢を重ねる人ほど綺麗な色を身につけるっていうのも、考えてみてもいいんじゃないのかなっていうふうに思っております。それでは。